モーレ。はい、やってまいりました。アモーレ橋本のアモーレトロゲーム部でございます。今回はファミコンの SNK 名作ゲバラをやっていきたいと思います。このゲームはですね、キューバ革命を元にした戦争アクションゲームということで、めちゃめちゃ面白いです。今相当価値高いんじゃないかな。この作品、難易度がすごく難しくて、無限コンティニューなんですけども、コンティニューなしでどこまでいけるか、ちょっとやっていきたいと思います。だいぶ昔の作品なのにグラフィックがちゃんとしてる。さあ行きましょう。おお、早速来た。捕虜がいるんでこれ助けるとポイントですね。でレーザーアイテムを取ってパワーアップ。でこれね、手榴弾持ってるんですけど、これ無限なんですよ。超いいよね。お、来た。本当難易度高い。これめちゃめちゃ面白いんですけどね、いかんせんね値段高いんですよ。僕小学校の頃から持ってますけど、もう見たことない、あんまりね、市場に出回ってるのが。さあゲバラ、これ実際キューバ革命の英雄らしいんですけどね。 DP はね、もっとキューバのだ、もっとキューバの首相カストロが使えるんですけど、 2P だとめちゃめちゃ面白い。さあ S、 これねサブマシンガンですけど弱いでしょ。これね戦車乗るとめちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強い。ほらほらほら、うわ、もう捕虜も殺しちゃった。うらうらうら、中ボスですね、これね。エフェクトがさ、うわ、ポリゴンフラッシュ、あー、殺しちゃった。で、アイテム取って、この B っていうのがね、手榴弾パワーアップ。あー、これはね、戦車が爆発しちゃうんですよ。うわー、うわ、弾幕がすごい。おーちょ、マジか、やばい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 。いや一面から殺しに来るな。どんだけどんだけ敵の兵士いるのこれ。仲間少なくないこれ。いや捕虜どんだけ使わって。おー来た、おやすみ、まずい。あー、もういいや、捕虜はもういい。ボスですね、一面のボス。じゃこいつどういうボス、これどういう状況なのこれ。こいつ何なの、防弾チョッキ着てんの。攻撃一切してこれ、やばい。あ、なんで、いやむずい。めちゃくちゃ面白いけど、このボスの曲いいですよね。あー難しいな。オープンね。あー、やばい。おー、oh, no. 一面で死んだ。というわけで皆さん、ゲバラいかがだったでしょうか。機会があったらやってみてはいかがでしょうか。以上、アモーレトロゲーム部、アモーレ橋本でした。アモーレチャンネル登録よろしくね。